えー、ノリノリの良感をです。<laughs> 二つ目です、二つ目。うん、はい。えっ、ー、と、ちょっと今回の動画はね、あのー、今から、えー、20年ほど前に、あの、僕が小林聖館さんという方のおっかけを約2年間した時の話を踏まえて、ちょっと、あの、話したいことがございます。えっ、ー、と、YouTube で、 小林聖館というふうにググっていただきますと、昔の講演会の動画、これがたくさん出てきます。ぜひあのご覧になってください。小林聖館さん。今本当にあのお話会場に行くと、昔小林聖館さんに会ったよっていう人は、本当にあの少なくなってきました。<laughs> うん、で、今はその小林聖館さんの、まあ、追っかけをしてた人、カバン持ちをしてた人、うん そういう人が、ええー、まあ、何人かいて、その方たちが今大ブレイクしてます。大ブレイク。<laughs> その中のお一人が佐藤光郎さんかなうん。あのー、えー、神戸の方にね、あのー、もともと小林正川さんが持っていた別荘があったんですが、亡くなってしまって、そこが5年だか何年か分かんない。10年とったかな分かんないけど、ずっと空き家になってた。 誰も使わなくなっちゃった。そこを、えー、佐藤光郎さんがリノベーション、うん、買い取って綺麗にして、そして今そこでまた新たにスピ系のお話し会ができるような、えー、空間を用意したみたいな、そういう話を聞いてます。本当にいいことだなと思います。で、僕は、あの、千葉に住んでましたから、あの、 東京、関東近県の話会にあっち行ったりこっち行ったりして、そしてその後必ずお茶会みたいなのにくっついてって、うん。みんなと、の中に小林生館さんがいて、端っこの方でぽっつり聞いてたというのがあります。あと、5時間講座を受けて、これが1回1万円でした。で、その後は、あの、あの、伊藤にね、あの小林生館さんの別荘があって、ここに1回行くと最大4日間泊まれて、 そこで、缶詰状態になって、いつも小林星華さんの金魚の糞みたいにくっついてました。それを、え、2回ぐらいかな、あの、通ったという経験があります。で、あとは、あの、いつも録音聞いたりして、ずっとずっとこう、星華さんの世界観を学んでました。で、ここでです、あの、小林星華さんに教わったことは、いろんな出来事が起きます。 うん、嫌なこと、辛いこと、悲しいこと。とにかくね、理不尽なことってよく言ってました、石井、あの、聖寛さんは。うん。とにかく理不尽なことが起きるのがこの世なんだと言ってました。<laughs> 当時は、こんな地球ゲームだとかね、宇宙人がいるとか、あの、D と S に支配されているなんて、そんな話、昔全然わかんなかったから。そんな時代ね。だから、とにかく見えない存在は全部が神と呼んでた。 だから、神というか、霊能者というか、ね、うん、それしか表現がなかった。それを超えるともなんていうのかな、宗教とかさ、うん、そんな世界だった。で、スピリチュアルっていう言葉も出たのも、まだ、本当に、えっ、ー、と、聖さんのお話し会が終わった後ぐらいからだから、だから、本当にその前の段階だったから、とにかくそういう表現しかなかった中で、えー、聖寛さんはもうその時点で言ってた。 生まれる前に自分の人生は自分で決めてきてるってシナリオ通りっていう表現をしてた <laughs>、うん。ね。でそもそも自分で生まれてきてるんだから、ま、自分で自分の意思で生まれてるんだから起きる現実に悩みなんてものはないんだっていうふうに当時から言ってた。うん だから、最初それがよくわかんなかった、言ってることが。うん、で、当時、こういったことを教えてくれたのが、他には、斉藤ひとりさん。うん。それから、えっ、ー、と、五日市なんとかさん。うん。あと、もう一人、まああの、優しく教えてくれたのが、まあ、他にも何人かいたんだけど、とにかく、あ、ありがとうおじさんだ。 そういう人んだけど本んとにね言ってることは分かんだけどいざそれを自分の実生活に入れると同じことができないんだよ <laughs> イライラするね不安になる未来のことを思うとさどうしたらいいか分かんないね家族夫婦とはうまくもいかない もう別れようかと思う。でも、金がつきまとう。<laughs> こういう現実に、どっぷりねあ、はまっちゃうんうん。だけど、全部自分が作り出してる、ね。だから悩みなんかない。だから、小林正館さんにみんな悩みをね、言いに行くんだけど、だから何なんですかって言われちゃうんだよ。<laughs> だからどうしたんですか 相談の答えになってないよ。でね、例えば嫌なことが起きるでしょ辛いことが起きるでしょそうすると、清官さんはよく言ってたのが、そのことに対して、まず気にしないでねっていうわけ。<laughs> 気にするなっていうの。ね。で、これよりもっとすごい状況は、心の状況だよ。は もう何があっても気にならないだよ。<laughs> 気にならない。<laughs> この状態になったら、あの、もう OK だよって言ってたうん。そして、じゃあ普段何やってればいいのって。三つだけだよ。たった三つ。ソワカの法則だけやればいいんだしか言わない。<laughs> ソワカのソワ掃除。 ソワカの和は笑い。うん。で、ね、ソワカ、カだから。感謝。ひたすらこの三つをずっとやってればいいって言ってんの。<laughs> 何があってもわかる。それを20年前に聞いたわけ。うん。もっと前か。34、5ぐらいだから。うん。23年ぐらい前か。<laughs> すっごいシシンンプルめちゃくちゃゃくうんそこへ持ってきて当時あの僕斎藤ひとりさんの追っかけもやってたから斎藤ひとりさんも同じようなことを言ってた、うん、で何を言ってたか天国言葉だけ言ってればいいって何があっても天国言葉だけ喋ってればいいって言ってた 天気のことから、うん、車を運転してから、してても、うん、普段の買い物をしてても、とにかくすべてに天国言葉だけ使ってれば、とにかく運気は上がるよ、人生変わるよって言ってた。<laughs> だけど、もう何やってもうまくいかない時だった30代。本当に、ものの見事に会社は倒産する。ね、リストラに会う。 ねえ。それから、理不尽なこといっぱい起きる。妻とはずっと離婚、うん、離婚って言われるような、もう毎日が続く。うん。人間関係で喧嘩じゃないけどそういったことも起きる。投資をやれば投資が失敗する。ねえ。何 <laughs>、うん、かの事業をやろうと思えばそれもうまくいったと思ったらその後にドンと落ちる。<laughs> 本当に、どうやってね、 ローン返そうかとか、どうやってね、あの子供の学費出そうかとかさ、もういろんなことを、もう考えれば考えるほどね、もう死にたかった。<laughs> 早く楽になりたかった。まあでも、それでもね、歯を食いしばって一応やったよ、形から。<laughs> 不平不満言わないように、言わないようにって <laughs>。考えないように、考えないようにって。 やってきた。ひたすらやった。ひたすらだよ。ここがポイントだよ。寝ても覚めてもひたすらやり続けんだよ。<laughs> そうすると、僕は時間かかった。すっごい時間かかった。もともと僕、ネガティブだったかもしんない。まあ、ね、ネガティブだったのか、起きる現象があまりにも辛すぎたからかもしんないんだけど、だからネガティブにならざるを得なかったかもしんないけど、もうね、半分、うつ病だったから、僕。<laughs> よく死ななかったと思うよ。うん、やっぱりそれはね、子供がいたから、 もしここで死んじゃったら、この子たちどうしようって、やっぱ、どっかにこう、ブレーキをかけるものがあったからだと思うよ。本当に。うん。もうね、話せばね、みんなと同じ、もう、笑っちゃうよ。<laughs> 今はっは今だから、今だからこそさ、なんか、し、あの、常になんかこう、笑ってられるけど。本 <laughs> 当うん。にね、 もうその時、その胸中にいた時っていうのはね、本当にね、やっぱ僕自身もね、いろんなことあった。うん。だから、本当に皆さんのね、あの悩みの、そのコメントを聞くと、全く一緒なんだよ。本当に一緒だったんだよ。僕もそうだったんだよって感じなの。<laughs> はい。ということで、結論。とにかくひたすら、祖かの法則をやり続ける。もう一回言います。掃除。笑い。感謝です。 もうこの3つを絶対にあの徹底的に、えー、実行あるのみです。<laughs> い<え>いっ <laughs>